นี้แหละครับตึงเท่งตึงเท่งเข้าไปเลยนะครับเข้าไปเลยよろしくお願いします先生はいはじめましてはじめまして佐野先生でいらっしゃいますはい佐野ひろと申します佐野ひろさんはい佐野です佐野ですはじめまして佐野か佐野か先生はじめまして、はい、ちょっとすみません、はい、タイ語で紹介させてくださいあどうぞどうぞドクター佐野マジャイブナカトペンプーチャーチャンダンตรวจลำไส้ใหญ่เป็นมะเร็งหรือเปล่าอะไรเนี้ยครับเขาจะตรวจให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในญี่ปุ่นนะครับで今日は何でいらっしゃったんですか今日はあの昨日からも来てるんですけど、あのこっちと病院であの内視鏡のですね、手術 の, あのトレーニングですねなるほどなんかワークショップ、はい、ワークショップみたいな感じをあのしに来ましたなるほどですね、早期がんを、うん、その発見するということって、はい、できるんですか早期がんを発見することはできるんですけど、まあ一番はですねその、検診ですね、大腸がん検診をあ受けるのが一番大事だと思います、ね、あ大事ですか、最初はあそうですかというのは最初はその全く症状ないんですよね大腸がんすみません先生はおいくつですか僕53ですあ 53? はじめさんおお若く見えますねそうですかありがとうございます若いですねあ世界中飛び回ってますからあそうですかそのもちろんその仕事手術と手術、でその、大腸がんっていうのはどういう人がなりやすいんでしょうかこれはですねあの、はい、昔はねなんかあのお肉を食べたりとか、うん、なんかあハンバーガーとかはい、いろいろあったんですけど元気な大丈夫大丈夫ちょっとまあお肉を食べたりとかですね、はいそういう、まあ、食生活があの大腸がんが増える原因って言われてたんですけど最近はですねタバコタバコブリーコンディスブリーミマレンサイアイマレンランサイヤーがミオカツあとねお酒ギンビアギンラオ酒酒ビアすいませんあとはですねもう一つ重要なのはエクササイズですね。ああ、コンティオカメラのああやな。そう、だから太ってくる来たりすると、はい、お腹が出てきて BMI っていうのが太こう増えてくると、はい、やっぱりなりやすくなる。なりやすくなる。うん。その3つぐらいが今、最近の疫学で言われてる。あ、そうですね。そのなんでかというと、その日本の、まあ、内視鏡ってほとんど世界中で作られて使われている内視鏡の 90% は日本製なんですよ。ああ、カメラ。カメラ。これをこう。これも全部。これも。ゴン。ゴンです。あ、違う。レゴやです。そうね。そう。すやまるんらんね。オッケー。他の会社とかもあるんですけど、それもほとんど日本。こう、日本で。はい。ガウシーパセン。ゴンやな。ですね。で、治療のそういういろんな道具もほとんど日本製なんですよ。日本の技術が今世界をリードしてるんですね。この分野はですよ。この分野ですね。はいはい。なので、そういういろんな治療の新しい技術も、あとまあ診断をしたりとかいう技術も、結構日本がやはり世界中のトップリーダーというか、トップランナーなんですね。なるほどですね。まあ、それで、まあ今回もここのバンコクの病院と提携をしまして、はい、サミティベート病院とサヌ病院が手を組んでいらっしゃる。手を組んで。なるほど。それ先生いらっしゃったりとか。そうですね。あとはもちろんこっちの先生も来ていただきます。神戸に行くと。はい。で、ドクターだけじゃなくて看護師さん、ナースも。はい。おお。ですね。おお。だからもう何年もそれやってますから。あ、そうですか。はい。だから毎年レベルみんなのレベルすごい上がりましてね。あ、そうですか。すごく良くなってます。私もじゃあちょっとやらせていただこうかなと思うんですけど先生あの心の準備ができてるやめてもちゃいめいぽーわ先生ね、はい、そうだからそこはみんなあの怖いでしょ怖いですよ怖いですだってもう立ち方こんなになっちゃった内視鏡って怖いですよね、はい、みんな言うんですよで女の人がどうしてそれだけ死んじゃうかというと怖いのと、あと恥ずかしいんですよ。とこあいろこわ、これ見ようか、じゃあ、厳しそう。だから僕たちもその辺、ものすごく気を使ってますので、まあ、そうですね。はい。
だからぜひその恥ずかしくもないし、はい、そんなに怖がる必要はないと思います。わかりました、はい、先生佐野博チャレンジか。ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。今日わざわざありがとうございました。いや、こちらこそ本当にこんなタイで佐野さんとお会いできるとは思います。いやいやいや、もう佐野先生の佐野さんとお会いできますね。先生、最後にいいですか。カムタムソルタイナカサムカンサムカンティッシュナカダクンサロナカペカレナ。先生、ちょっと小耳挟んですけど、釣りが好きだと。ああ、そうですよ。あ、本当ですか。よくご存知ですか。ダクンサのちょっとバラカムケニラカ。ありがとうございました。自分も好きなんです。あ、そうなんですか。よく番組でやってるんで。あ、そうですか。ぜひ機会があればまた、はい、日本でよろしくお願いします。釣りでも一番ありがとうございました。ありがとうございました。